動画見てくれてありがとうのんずです。今回はね、マイクラ大図鑑シリーズということで、かまどでね、使うことができる燃料を全部紹介したいと思います。で、最後にはね、おすすめの燃料もね、紹介するので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、まずね、かまどのね、仕様について説明していきたいと思います。簡単なとこだけ説明しようと思います。難しいのはね、次回の動画でやるので、そちらをお待ちください。でね、かまどの仕様なんですけど、かまどはね、物をね、10秒間で1個焼くことができます。だから、64個のね、物を焼きたいときは640秒かかります。それでね、燃料によってね、この何秒間燃えますかっていうのが違います。で、今回は、その、燃焼時間がね、長い順にね、紹介していこうと思います。のんずチャンネル。ということで、一番長いものですね。一番長いのは、1000秒で、溶岩バケツですね。溶岩バケツはね、これ使うと空のバケツになってね、バケツは返ってきます。次、石炭ブロックですね。石炭ブロック800秒です。80個のアイテムが焼けますね。次、乾燥した昆布ブロック。これ200秒です。20個のアイテムが焼けますね。次、木炭と石炭ですね。木炭と石炭は80秒ということで、8つのアイテムが焼けます。次、ボート60秒。60秒ですね。木を5個使う割に60秒です。これはね、どの種類のボートでも60秒です。で、次、足場20秒ですね。足場1個で2個のアイテムが焼けます。で、ここでね、注目してほしいのが、石炭ブロックと石炭ですね。石炭ブロックは石炭9個なので、石炭9個だとね、720秒しか焼けないんですけど、ブロックに加工することでね、プラス80秒してもらえますね。石炭9個で10倍の効率があるって感じですね。で、次、15秒燃えるものグループですね。2個使えば物が3個焼ける物たちです。まあこういうね、木の物はオークでもジャングルでも白樺でも頭皮でも何でもいいんですけど、種類は問わないですね。こういう職業ブロックと呼ばれる物たちも15秒グループですね。次、10秒グループですね。10秒グループはこの7つです。でね、こういう道具とかもあるんですけど、道具はね、耐久値が減ってても大丈夫です。で、耐久値がね、1になったやつでも、10秒燃えることができます。だから、初動でね、木のツルハシとか作って、すぐ石のツルハシに変えると思うんですけど、そういうのは、かまどの燃料にしてね、木炭とか作るといいと思います。次、5秒しか燃えないものたちですね。5秒しか燃えないのはこの4つです。だから、このアイテムを2個使うことで、アイテムが1個焼けるねっていう話ですね。次、もっと短いものグループですね。3.35 秒のカーペットと 2.5 秒の竹ですね。こいつはね、3枚でアイテムを1個焼けますね。大体。で、こいつは4個でね、ちょうど1個焼けます。でも竹って結構すぐ成長したりして、集めやすいのでね、いい燃料かと思います。高評価も忘れずに。でね、木材とか原木とか、木炭とかってね、どれが一番効率いいのかっていう話なんですけど、比べてみるとね、原木が7個あった時にはね、原木だけだと105秒しか燃えません。その点ね、全部木材に変換することでね、4倍になりますね。でね、もっと効率のいいのが一番下です。1個を木材にして、6つを原木のままにして、木材4つを使って原木を6つ精錬します。で、そうすると木炭が6つできます。そうするとね、480秒燃えてくれますね。全部木材にすると420秒なんですけど、6個のアイテムを多く精錬することができます。でね、結局、ノンズのおすすめは何なのかっていうと、板材と羊毛ですね。羊の牧場とかある人はね、おすすめです。でね、あとはね、竹はね、結構速い速度で無限増殖することができるので、めちゃくちゃ便利です。で、ちなみにね、燻製器と溶鉱炉っていうのがあってね、溶鉱炉はね、鉱石ブロックの精錬。燻製器は食べ物の精錬に使えます。でね、これ何がいいかっていうとね、精錬速度が2倍ですね。例えば、溶鉱炉でね、鉄を焼いてみると、2倍の速度でね、精錬してもらえます。これがね、10秒かかってたところが5秒だけにかかりますね。ただね、燃焼する時間も半分になるので、かかるね、燃料の量は変わりません。ただね、焼く時間が半分になるよっていうお話ですね。またね、日照センサーを燃料で使うことでね、太陽光精錬みたいなこともできますね。なんか太陽光で精錬してる気持ちになります。ただ燃料効率はあんまり良くないので、普通に木材使った方がいいです。ってことでね、今回はかまどで使える燃料のお話でした。結構ね、使わなくなった、食用ブロックとかはね、村にいっぱい落ちてるので、こういうのをね、燃料に使ってみるといいかもしれません。あとは、自動精錬機みたいなのをホッパーとかで作って、石炭ブロックを有効活用するのもいいかもしれません。この燃料ができるだけ余らないようにやるとね、気持ちいいですね。例えば、アイテムは8の倍数ずつ精錬するとか。だから57個アイテムを持ってたら、
1個残して56個を石炭7個で精錬しようかなって考えてみたり、ぴったしにするのがね結構気持ちいいですね僕は。ということでこんぐらいでねお話は終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。